これね、もしかしたらね、転職あるある1位なんじゃないかなって僕は思ってます。いきますよ。転職すると年下の上司に顎で使われる説。はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ、今週っていうのかな、今ですね、6日連続で一つのねテーマでまたね動画を撮り始めました。内容がですね、再就職その後の話っていうのをやってます。で、初日の動画ではばっくりですね、大枠をお伝えしました。で、2日目の動画ではですね、これ結構ね、あるあるに思ってる方多いんじゃないかなって僕も本当に思ってたんですけど、大企業意外とブラック説、こういったね動画を出してみました。で、今日の動画ですね、3日目なんですけども、これもですね、意外と僕も思ってたしね、思ってらっしゃる方多いんじゃないかと思うんですよね。これね、もしかしたらね、転職あるある1位なんじゃないかなって僕は思ってます。いきますよ。転職すると年下の上司に顎で使われる説。これあるでしょ、これあるよ。しかもですよ、俺なんかもう42歳になってから転職してるんで、まあね、覚悟はできてましたね、うん。さあ、果たしてね、じゃあそんな僕がね、今ね、どういう風なね、こう対応、境遇、扱いを受けてるのか、そういった話を今日はしてみようと思います。よろしくお願いします。はい、で、初日の動画でね、言ったんですけど、結構ですね、今働いてる場所、従業員が多くてですね、僕は正社員で入ってます。で、正社員だけで見るとそうでもないんだけど、アルバイトさんとかも含めたら全部で50人60人ぐらいいるという場所で働いてます。で、その中で今ね、僕の直属の上司って言われてる人は年下だったんですね。やっぱりね、来ましたね。で、2つ下ですね。で、どんな感じかと言いますと、めっちゃいい人、よかった、よかった、危ねえマジで。で、これさ、大きな会社なんでね、多分職場もたまたまそこに入ったと、で、上司もたまたまそこの人についたんで、よかったかもしれないんですけどね。こんなものはね、ガチャなんで、職場ガチャ、上司ガチャみたいなもんなんで、選べないんで、多分ね、悪いとこに当たるとこうもなってなかったかもしれない。で、今の上司ね、僕がね、すごいいいなとかね、尊敬できるところを見るとですね、まず基本ね、敬語なんですよね。言葉遣いがやっぱ態度にも出るじゃないですか。で、そのやっぱね、基本スタンス、姿勢がまあしっかりしてらっしゃるなって思うんですよね。で、僕は中学高校サッカー部だったんで、基本的にはですね、超体育会系なんですよ。あとは小学校の低学年と社会人になってからもね、空手やってましたので、押す押す押すなんで、基本ですね、こう上下関係ですね、縦社会は得意だし、あと返事はね、これだけは得意というのが僕あるんですけど、もうね、ビシッとしてね、こうイエスマンに徹するみたいな、相手がね、気持ちのいい返事をね、僕はするとか、こう誰でもできることを誰よりも頑張るみたいなことぐらいしかやっぱ最初はできないんでね、そういうね、姿勢ではね、やってるんですけど、まあ、そういったスタイルでね、こうゼロからのスタートをね、こう僕はね、向かっていったんですけど、で、転職してね、年下の上司の人に顎で使われるみたいなことも覚悟の上でね、言ったんですけども、本当にね、これもそれも全部ね、ご縁だと思うんですけど、本当僕が今当たった上司の方、ものすごくね、丁寧ですね。よかったって感じですよね。あとはその就業場所、働いてるところのですね、平均年齢みたいな話ですけど、前職は僕アパレルだったんで、最年長じゃないけども、でも店によっては最年長だったか。まあ、僕としてもですね、働いてる身としても結構ね、行き詰まりがあってですね、いつまでね、この職場、この会社でね、やっていけるんだろうっていうのはあったんですよ、実際。今、新しいとこは、まあ、業種も違うし、職場のね、平均年齢も僕で真ん中ぐらいですかね、上もやっぱ全然いるんですけど、若い子はまあ20代前半とかもいるんですけど、全くもってね、その年齢面でのいつまでどうのこうのとかって、そういう不安を感じるような要素は全くないような職場に入っているという感じですね。はい、ちょっとね、短めですけど、3日目の今日はここまでにしとこうと思います。で、明日ですね、明日はですね、久しぶりにですね、新人研修を受けるっていう方でね、こう参加して、まあ、会社のこととか、ね、学んでいくんですけども、まあ、そこに対してのですね、こう超フレッシュなこう体験談とですね、
あとはね、こうあの職場でね、初期教育いろいろ受けていくんですけど、そこに対してね、この今のこのコロナならではのですね、悩みっていうかね、問題点がね、やっぱ見えたんですよね。そういうですね、まあ、仕事し始めたその最初期の頃の話をね、明日はねしてみようと思います。よかったら明日の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、それでは本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。